モモンガ動画でまったり通信第79回目です。はい、はい、なんかあれですね、無駄に夏っぽい感じですね。そうですね、すっごくさ、あ、でもちょくちょく突っ込まれますね、あの息違う人に。あ、やっぱり、はい、どうしたの、どっか行くのっつって。そんなに目立ちますかね。ちょっと目立ちますね。あ、お好みじゃないですか。いや、お好みかどうかはまあさておき。あ、なるほど。で、脱いだ状態で来たじゃないですか。あ、そうですね、暑くて、うん、じゃあちょっとちょっと二の腕をと思って今こうしたらちょっと細く見えるんで今突っ込んでます。あ、じゃあそれでこうまずとですか。キモくないですか。今日キモいですよね。うん、まあいいんですけど、はい、じゃあまあお任せで。あ、了解です、はい、大丈夫、誰も太いって思わないから。ニコ生の時もずっとももが太ったっていっぱい出てたんですよね。うるさいって思いながら見てたんですよ。大丈夫大丈夫、書いてくれるので。はい、じゃあ早速あれを。はい、まずはこちら、今週の新刊紹介です。はい、はい、今週は一冊でございます。はい、こちらオートスポーツ2014 8月1日号です。はい、表紙は小林カムイ選手です。うん、タイトルがカムイに未来をと書いてあります。はい、何を言わんとしているのかというとですね、今季前半戦ですね、カムイ選手は、はい、実際どうだったのかと、まあ、順位的にはね、あれですけど、はい、このケータハンムという車で実際どうだったのかと、はい、でプラス、ケータハンムは新チームオーナー的なものになりましたが、はい、その何、どうなの、怪しくねみたいな。投資家さんです。投資家さんどうなんですかっていうところをですね、ちょっと掘り下げて、なるほど、特集しております、はい、カムイファンはまず買ってください、うんうん、はい、はい、なんか GT のね、レースのこともやってましたね、はい、F1 で言うとですね、ストーブリーグ的なところも、あ、え、早いですね。そうですよ、夏ですけど、ストーブリーグですよ。もうあっという間に過ぎてますけど。あ、本当ですか。はい、完全に過ぎてますね。カムイ選手の後ろ、選手のその後ろ、はい、ここですか、そうですね、本当だ、はい、鍵を握るのはバトンさんかライコネンさんか、なんみたいな、はね、15年でフォークを辞めるとか言ってるんですよね、うん、まあちょっとこちらも必読というと、本当だ、本当ですね、はい、うん、気になる方はぜひチェックしてください、うんうんうん、今週末はですね、スーパー GT の都合なんですが、はい、そんな GT ファンの方々には、うん、ぜひおすすめしたい、うん、もう一個前ですね、 GT フェティッシュと題しまして、はい、マニアックではあるんですけど、これを知っておくとレースが多分15倍ぐらい楽しめる感じのですね、例えばフォーメーションラップで何やってんのとか、なんか実況でピックアップピックアップって言ってるけど、うんうん、何なのとかいうところとか、はい、GT500 マシンの今年のコックピットをですね、中島大輔選手がご紹介してくれたりとか、はい、えぐい駆け引きドライバーって面白いですね、いるです、ね、見た方がいいですね、何がえぐいの、誰がえぐいの、そう、まあ誰とは書いてないんですけど、はい、そういう人がいるよって、なるほど、はい、はい、でこれをもこう頭の中に入れておいて、うん、スーパー GT の都合を見ると多分間違いなく面白いと思います、なるほど、はい、はい、今年はですね、結構車が変わって冷却とかも、うん、大変なので、その辺のことをちょっとご紹介したりとか、はい、ピットウォークに行く方はぜひこれをチェックしていただきたい、はい、レアグッズを探せのコーナー、うんうん、プラスこれ読者プレゼントにもしちゃったりしてるんで、なるほど、はい、モンガさん欲しいのあったらぜひ応募してください。あ、わかりました、はい、これインパルのリストバンドタオルとかなんかいいですよね。いいですね、ね、はい、うん、使い勝手が良さそう、はい、各チーム趣向を凝らしておりますので、うんうんうん、ぜひこれでこれよく集めたなってちょっと個人的には思うんですけど、確かに誰が集めたんですか、わかりません、後で聞いてみます、わかりました、はい、はい、その他もろもろ、もちろんですね、スーパーフォーミュラの富士、はい、終盤にしっちゃかめっちゃかになりましたが、
の、レースレポートと、あとですね、今回ラリーの記事も、ちょっと多めに載っておりますので、ラリー好きの方もぜひお買い求めください、はい、今回かなりバランス系な一冊でございます。じゃあ どのカテゴリー好きな方でも結構楽しめちゃうかな。はい、はい、今週は一冊なのでだいぶ濃いメニューをお届けします、はい、普段が薄いわけじゃないんです。そうですよね、はい、はい、こちらは7月18日金曜日発売です。ぜひ、あ、じゃあ凄前にですね、うん、ね金曜日の夜のコンビ、はい、金曜日12時回った瞬間にコンビニ行ってください、はい、あ、そうですね、はい、17日のじゃあ深夜も夜ちょっと開けといた方がいい、開けといた方がいいですね、はい、寝る前に買いに行って、はい、こう枕を寝転がりながら読んで寝てください、はい、寝てください、はい、必ずです、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、続きましてはこちら、最近のモモンガ近況とかもろもろ、はい、そんなわけで先ほどから言ってます都合なんですが、はい、雨具持参で、雨なんですか。なんか今のところウェザーニュースさんによると雨っぽいですよ、さっき予報見たら、あれ日曜が時々雨ぐらいだったんですけど、また違う予報なんですか。ちょっとね、天気予報のその出所によってまたいろいろ違ったりするんですけど、そうですよね、まあでも都合ですから。私去年思い出して、去年もバリバリ雨で長靴も長靴しか持っていかなかったんですよね、はい、だから私も降るんですかね。どうでしょうね。あ、雨なんですか。そんなこと考えずに予想しちゃいました。まあ降らないかもしれないですけど、わかんないですね、うん、それはもうお天道様次第ですから、うん、はい、やっぱ魔物もいますしね。そうです。ちなみにですね、はい、その都合が終わるとあっという間に次富士なんでございますよ、はい、はい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 、8月2週、はい、うん、でそこでまたオートスポーツをちょっと手に取ってください。 あ、何か分かりました。はい、ナイトですね。ナイトです。はい、じゃん、はい、あとでちゃんとウェブにも載っけますが、はい、なんでこの動画が出てくる時にはもう載ってると思いますけど、うんうんうん、オートスポーツスーパーナイト2014というのを、はい、スーパー GT 富士の時にの予選日の夜6時半ぐらいスタート予定で、はい、P5 駐車場という駐車場で開催します。はい、はい、P5 駐車場というのはヘアピンの奥の方ですかね。ちょうど入ってきてます。はい、割と入ってきてすぐのところですね。はい、でそこで、ステージカーを1台ドーンと持ってきまして、うんうんうん、そこにも書いてありますけども、上から言いますと谷口選手、秋坂選手、井口選手、小暮選手、安田選手、土屋圭一さんに、ご登場いただいてトークショーをやります。青いチームが多いですね。青ですね。青系ですね。青系ですね。はい、まあこのメンバーだけに爆笑は間違いないでしょうな。このメンバーやばいですね。やばいですね。このメンバーやばいですね。やばいと思いますね。なので、入場はもちろん無料ですので、はい、サーキットに来られている方はぜひ6時半頃から P5 駐車場にお越しください。関係者も見に来た方がいいぐらいから、ちょっと面白いと思いますね。一番ベストなのは P5 駐車場に車を自分の車を止めちゃうのがベストです。はい、チケットは、現在オートスポーツウェブショップでも発売中でございます。あ、そうなんですね。ぜひお買い求めください。はい、このオートスポーツナイトなんですが、うんうん、6時半からそのトークショーが始まって、うん、まあドライバーがお帰りになります、うんうん、でその後なんかですね、今のところの情報だとなんか我々が出ろっていう。誰ですか。我々の私たち、はい、何するんですか。分かりません。誰が来ます。ちょっと助っ人を呼ばないとまずいかなと思って。まずいですね。それはまあ交渉しますけど、はい、何しろってトークショーですか。いや、これをやればいいんじゃないですか。あ、通る、うん、まあまったりと喋ったらいいんじゃないですか。なるほど、予選について。なるほど、なんかそんなのもやるらしいので。よろしくお願いします。わかりました。もしかしたらあるかもしれない。なんかほぼほぼありそう。マジですか。このメンバーの後大丈夫。惰性ですよ我々。惰性
惰性。惰性。あの、あ、中国偽物みたいなってことですか。違う、それ何それ。違う、え、そういうのなかったっけ。惰性そのままの勢いでだらーっといく感じ。あ、なるほどなるほど、はい、惰性ですごい心配に、はい、あの本当にまったりしかできないと思うんで。あ、そうですね、はいはい、あの気が向いた方だけ言っていただければいいと思います。あの第1号は必見ですよ。あ、そうですね、はい、2部、はい、逆の方がその1部で帰っていただいて、あの、はい、15人ぐらいでまったりやればいいのかな。あ、それもいいですね。アットホームな感じで。そうあ、はい、そういう方が緊張というか、こう本当にまったりできますもんね。はい、なんで気が向いたら来てください。了解です。じゃあ一応気に留めておいてくださいみたいな感じですね。はい、はい、というわけで、今週は以上です。はい、それでは皆さんまた今週末スゴでお会いしましょう。